はい、やってまいりました。毎日投稿ですね。なります。はい。皆さん、すごい情報、言ってきますね。今日月曜日なんですけれども、16日ですね。はい、ロレックスのですね、よく質問できてたのが、店員と店長の違いとか、それどうやってわかるんですかっていうところで、皆さん、お伝えします。ロレックスの店員ってですね、店員だと、年収300万ちょいぐらいなんですよ。300万から400万ぐらいの間ぐらいなんですよ。ただ、ロレックスの店長、責任者クラスになってくると、だいたい年収が700万から800万ぐらいあるんですよ。だいたい、600万から700万ぐらいあるんですよ。これ聞いた話なんですけど。ほんで、これ多分間違いなんですよ。で、一個上、その店長の上っていうと、これ、次、マネージャーなんですよ、だいたい。まあ、マネージャーで何するかって言ったら、外部に営業行ったりとか、時々店舗に来てこう、大丈夫って言ったりとか。で、多分マネージャークラスになると、多分800万ぐらいだと思うんですよ。やっと。マネージャークラスで。で、ロレックスの店長って、基本的に、まあ、年収が600万半ばから700万はあるんで、やっぱりですね、自信があります。自信があります。普通の店員と違うとこですね、一個教えましょうか。これ男性でも女性でもそうなんですけど、なんか結構ですね、こんなんして歩いてます。こんなんして。本当に。こんなんして歩いてます。こんなんとか。しません。もうこんなんして歩いてます。自衛隊みたいな。これ本当です。別にロレックスのこと悪く言うとかじゃなくて、本当なんですよ。めちゃくちゃ、なんていうんですか、おひとやかにしてる人も、もちろんいるとは思うんですけれども、僕が今まで見てきたロレックスは、店長みんなこんなんです。こんなんです、本当に。ちょっと本当にこんなん、ふてぶてしいです、本当に。こんな感じです。ので、なんかこう、待ってます。いちいちこう、なんていうんですかね、普通の店員もいちいち接客してこないんですけど、店長になるともっと待ってます。なんかもっとこんな、こんな感じです。もう、進撃の巨人がゆっくり歩くみたいな、僕あんま進撃の巨人知らないんですけど、あんまこうゆっくりこうやって歩くみたいな、人探してるみたいな、獲物探してるみたいな、ゆっくりゆっくり、そういう感じです。これちょっと皆さん、インプットして行ってみてください。大体わかります。ほいで、ロレックスの店員とか店長って、もちろんですけれども、指定モデルはめれないんですよ。このお客様からしたら、なんでこっち探してるのにお前ら持ってんやんっていう話に、まあ、そこで揉めたりするんで、店長とか、正社員っていう人たちは、社員の人たちは、基本、借り物の時計します。基本借り物。で、自分で、正社員とかになると、あそこ買うんですよ。買うんすよ。シャワリで。で、これ何パーやったっけな、ちょっと忘れたんですけど、何パーやったか、そんな安くないって言ってました。言うても。だ10%、20% やったかな。2、3、なんかそんぐらいですよ。ただ、30% ないぐらいの感じで、買えるんすよ。確か。ロレックスはどうかわかんないですけど、まあ、いろいろこれ代理店によってちょっと差があるんで、代理店が今4個か5つがありますけど、だいたいロレックスって、まあ、借りてるか、自分で買ってるかです。で、借りてる人たちの時計っていうのは大体デートジャストとかが多いです。デートジャストとか、はめてる人たちは基本的に借りてます。うん。で、そういう人たちっていうのはロレックス、時計に興味ないんで、興味ないけれども、なんでもいい仕事の中でなんとなくでロレックスに入ってるってことなんで。ほんで、ちょっとちゃんとした時計はめてる人は、本当にロレックスが好きで、ロレックスの手になってる人なんですよ。時計が好きでおそらく。で、そういう人っていうのは、やっぱりこう、なんか違います。なんか違うんですよ、話してても。で、そういう女性に多いです。なんとなくで入ってる人たち。そういう女性の人と、レックス、どうですか、ああですかって接客しても、まず、無理です。出さないです。出さないですし、ロレックスって、なんかこう、定価が上がってて、それに対してこう、売る目的で来てる奴らがいる。その認識しかないんで、そういう女って。その認識しかないんで、もうそういう見方でしか見てきません。これお客様、お時計探しになってて、買いたいんだな。じゃあちょっと探してこよう。出しますよ。でもまあ、すぐ出すわけにはいかないからと。ちょっと、あなたのことを知るために何日間かロレックスマラソンして来てくださいっていうようなことを、遠回しでも、なんかこう、雰囲気で伝える女性っていうのは、これ脈ありです。これ男性もそうです。ただ、女性のほとんどのロレックス店員はやる気ないんで、本当に好きでロレックス入ってないんで、基本的には女性店員に接客しても意味ないです。ただ、女性が店長の店ももちろんあるんですよ。ここは本当に行かない方がいいです。本当に行かない方がいいです。基本的にですよ。これ女社会っていうのは、もう女っていう生き物は、
どこまででも図に乗るんですよ。どこまででも調子乗るんですよ。だから社会って、男が多いじゃないですか。それなりの地についてる人と男が多いんですよ。もう女にそれをさせると、キャバ嬢でも何でもそうですよね。どれだけでも付き上がるんですよ、女って。そういう生き物なんですよ。なんで、これは男尊女卑とかじゃないんですよ。本当にそうなんですよ。だから女性が店長になってる会社とか、女性が店長になってる店舗とかっていうのは、社長になってる会社とか、店長になってる店舗っていうのは、なんかちょっとその社風っていうのかな。そうなんかおかしいことになってるんですよ。ちょっと陰湿なんですよ、やっぱ。そういうところに行っても余計嫌な気持ちになるだけです、皆さん。女性ばっかりいるとことか、女性が店長してるところには、ロレックスマラソン行く価値ないです。ただですよ。ただですよ。これ面白いのが、女性店長になってる、だいたいロレックスの年齢数で、だいたい30半ば後半からが多いんですよ。で、そういう人たちっていうのは、もう若い男性とかっていうのはあんま興味ないです、逆に。この年代っていうのは、若い男にあんま興味ないんですよ。こう面白いことに。30半ばから30後半っていうのは、ちょっと年配の、要するに、50代半ばから60代、これぐらいの男性に、やっぱ興味があるし、心理的要素も、すごい近い感じになるんですよ。なんで、50代から60代の人は、女性が店長になってるところに行っていいです。脈ありです。ただ、女性っていうのはやっぱ40代から、40代半ばから、後半からやっぱ若い男が好きになってくる、そういう生き物なんで。でも男っていうのはいつの時代もやっぱ若い女が好きじゃないですか。うん、まあ年上がいいっていう時もありますけれども、基本的には若い女がいいじゃないですか。やっぱロレックスも一緒で、ロレックスの店長責任者やってる人たちって大体もう30半ばから上が多いんですよ、基本的には。若い女性、嫁とかいたらですね、皆さん、彼女とか嫁とかいたら、嫁彼女に行かせてください、毎日。うん。行けるときあれば、一週間に一回でも行かせてください。男が行くよりも、ロレックスマラソンで基本男ばっかなんで、女しないんですよ。これは女目立つんですよ。ということは女記憶に残るんですよ。わかりますか？普通に男が行くよりも、嫁とか、彼女とか、知り合いの女性とかに行かせてください。その方が、必ずロレックス、指定モデル、買える確率、高くなります。これ僕本当にそれで言うと、嫁に結構行かせてるんですよね、ロレックスマラソン。僕が行くよりも、男性職員、話す。まあ話す。うん、見てたけれども、店の外で見てたんですけれども、男が来た時と違います、やっぱ。うん、やっぱ異性には、まあ話す。なんか、献立とか、料理の話してましたからね、ロレックスの店員。これ本当っすよ。うん、そのレベルですよ。それはもう出してくれましたけれども、まあって感じですけど、まあ多分あと半年多く、2、3ヶ月多く通わせてたら、まあ指定モデル確実に出てたんですけど、まあレアなやつ出してきましたけどね、買ってないですけど、まあそんな感じで僕もいろいろこうデータ取ってますんで、まあ言いたいことちょっと最後まとめるとですね、女性店員がいるロレックスには行くな、若者は。うん。50代、60代だったら言っていいです。二つ目。どうせマラソンするなら男じゃなくて嫁、彼女、女性生かせる。うん。異性を生かせる。うん。ただこれ、女店員には通用しないです、あんまり。なんか、なんで基本的に女店員にはもう脈なしと思って、女店員と話すのやめた方がいいです。基本的には。そうじゃない店員もちろんいると思います。ただ、全体的な割合としては、絶対多分、低いです。ちょっとこれ言ってきます。また明日、もっとすごい情報、どんどん根掘り葉掘り皆さんに教えていきます。楽しみに待っててください。皆さん、ご視聴、本当にありがとうございました。